エデンの皆さん、私はこの町を変えようと思っています。これまでエデンはスフィアシティがもたらす恵みを守るため高い壁を築き、来る者を拒み、人を疑うことで秩序を守り、選ばれた人間のみが幸せに暮らせる場所を作り上げてきました。ですが、それは正しい道ではありませんでした。真に幸せな世界とは、強き者が弱き者を助け、手を取り合いながら皆で幸せを分かち合う世界。今日からエデンは守るものではなく、分かち合う街へと生まれ変わります。そのためにまず私はここにエデンの全面解放を宣言します。おお、なんと。城門は解放し、囚人には自由を与え、ここに訪れる全ての人々を受け入れようと考えています。でもそれじゃあ凶王軍や聖帝軍の連中が入り込むんじゃ。確かにその危険はあるかもしれません。ですが、それも私たち一人一人が手を取り合えば、きっとこの町は無法者の手から守れるはず。エデンはこれからより一層強くなります。あなたたちの手によって。キサナはいい統治者になりそうだな。ああ、こんな世界にこそ夢を語れる人間が必要だ。そうだな。